ミリアルです。主人公が強い敵に挑むのはアニメの醍醐味ですが、中には相手に対して弱すぎる主人公も存在しています。今回は弱すぎる主人公たちを5選紹介していきます。よろしくお願いします。侵略、イカ娘の主人公のイカ娘。海洋汚染を続けてきた人類に報復するため深海からやってきた。地上の侵略を目論んでいたが、最初の侵略地点、海の家、レモンの侵略に失敗した。それどころか壁を壊したことによりレモンで働かされることになる。レモンの従業員の千鶴には戦闘で勝てず萎縮し完全に上下関係になった。地上侵略を企むも人間一人に勝てないので最弱主人公にしました。街角魔族の主人公シャミ子。闇の一族であるシャミ子は宿敵の魔法少女を倒すため魔法少女である桃に何度も勝負を挑むことになる。だがシャミ子は運動が苦手で魔力も低かったので、世界を救った経験のある桃と圧倒的な力の差があった。これで勝ったと思うなよという捨て台詞を何度も言うことになるが、最終的には桃と共に町を守ることを決意する。リゼロの主人公夏木すばる。彼はコンビニの帰りに異世界へ召喚されてしまう。運動神経は良かったスバルだが、この世界は剣や魔法の世界。運動神経がいいだけでは通用しなかった。唯一与えられた能力は死に戻り。死に戻りは自分が死ぬと時間が巻き戻り生き返ることができる。生き返るといえば聞こえはいいが、この能力が原因で何度も死ぬことになるので最悪の能力とも言える。力はないスバルだが死ぬことによって運命を調整していく変わったアニメ。聖戦ケルベロスの主人公ヒーロ。高い身体能力を持っており、自信過剰で一見できるフルだが、剣士にもかかわらず剣の腕前が残念なことになっている。10年間剣の修行をしてるにもかかわらずスライムに負けてしまった。あまりにも剣の扱いが下手で、視聴者に剣を使わない方が強いと突っ込まれてしまう。ヒーローは正義感が強く人のことを思う一面があるので、どこか憎めないキャラクターとなっている。メイドインアビスの主人公リコ。12歳の少女で料理が得意だが戦闘能力は全くない。母親に会うためにアビスの真相を目指すことになる。アビスには危険な生物がおり、体を蝕む呪いが蔓延している。熟練のタンク塚も命を落としており、リコに生きていける環境ではなかった。強力な助っ人レグと共に行動してるので真相に進むことに成功してるが、何度も呪いを体験しており、ただの12歳の少女が挑むにはあまりにも無謀な挑戦となっている。